や今回は途中でファイルを終了させてしまって続きからやるときどうするかっていうのを説明していただきます。例えば、このように X バンドを終わらせてしまうと、で、もう一回 X バンドを立ち上げて前回の計算の続きをやりたいという時があると思います。でその時どうするかと言いますと、まずディレクトリを設定します。前回作ったディレクトリを探していただいて、でクローズ、でこれディレクトリになります。その後に、このクリエイトシステムっていうのを飛ばしてセレクトモディファイにします。でこちらで、システムファイル、ここにシスと書いてありますね。これで、前作ったものテンプではない方のやつを選択してもらって、あとはポテンシャルファイルも、今ここにないって言ってますから、ここのところのフォークをチートしてもらいます。でこれでいいです。でこれでクローズでいいです。あ、まあ、気になるのと小ファイルストラクチャーを見ていただければ、どんな構造で入ってたか XCRIS 先生も確認することができます。このようにですね。で、これで、ポテンシャルファイルとかも設定されるとやることになります。で、SPRKKR 計算するときはここに入って、で、前使ったのがもしあるのであれば、ここから、ここがここに対応してますんで、インプットですから、とて INP はインプットの意味です。なので、SCF やり直したければ、ここに設定していただいて、で、Create ジョブにするか、前作ったジョブを使いたければ、ここにあるジョブのボタンを押すと。で、ここから Run とすれば走ります。やってみましょう。で、CPU が 100% です、ね。このようにして計算することができます。まあ、今回は以上で終わります。